アリー・スレーマン・アウジャリは、リビアの政治家、外交官。2009年1月から2011年2月まで、駐アメリカ大使。2011年リビア内戦で、ムアンマル・アルカッザーフィに離反して、大使を辞任した。ベンガジ出身。ベンガジ大学に入学し、経営管理学士号を取得する。1971年に、リビアのイギリス大使館の三等書記官として、ロンドンに赴任した。1976年に、マレーシア大使館に赴任し、1981年には、駐マレーシア大使に任命された。以後、1984年に駐アルゼンチン大使、1988年から1994年まで、駐ブラジル大使、2001年から2004年までカナダ、代理公使を歴任した。2009年に駐アメリカ大使に任命され、パンアメリカン航空103便爆破事件の実行犯、アブドゥルバーシト・アルマグラヒーの釈放と、リビア機関に動いたことで知られる。2011年2月、カダフィ政権から離反する形で駐アメリカ大使を辞任。2月28日の CNN のインタビューでは、トリポリからの情報として、これまでに2000人以上が死亡したと伝えた。辞任後はリビア国民評議会に参加し、8月15日には国民評議会の駐アメリカ大使に任命され、2012年11月まで務めた。2012年10月、アリー・ゼーダーン首相により、移行政府の外務大臣に任命された。しかし、政権議会は、アウジャリがカダフィの次男財布と近しい関係だった点を問題視した。11月27日に、政権議会は、就任を正式に認めたが、2013年1月に辞任した。ありがとうございます。